始まりました。空の奇跡 FC の各章が約3分でわかるコーナー。この動画は私エステル・ブライトと弟のヨシアでお送りするわよ。エステル、今日も元気だね。皆さん、はじめまして、ヨシア・ブライトです。2人で空の奇跡 FC のストーリーを短くわかりやすくお届けしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ヨシアはハーモニカを演奏するのがとっても上手なのよ。で、相変わらず硬いわね、ヨシア。エステルが自由すぎるんだよ。ほら、時間も限られているし、早速説明していこう。あ、そうだった、忘れてたわけじゃないんだからね。この物語は、って、あれ、ヨシア、どこから説明すればいいんだっけ。もう、エステルは勢いと勘の良さだけはピカイチなんだけどな。この空の奇跡 FC はゼムリア大陸の西部にあるリベール王国のロレントから物語が始まります。これは僕らの父さんであるカシウス・ブライトが5年前僕ヨシュアを家に連れて帰ってきた最初のシーンだね。そうそう、いきなり父さんがボロボロのヨシュアを家に運び込んできた時はとてもびっくりしたんだから。確かにあれはびっくりするよね。僕らはその後兄弟として父さんに育てられて、立派な遊撃士になるためにシェラさんの元で修行を積んだんだよね。ちなみに遊撃士とは地域の平和と民間人保護のために働く調査と戦闘のスペシャリストで、それを取りまとめているのが遊撃士協会です。私たちが遊撃士になれたのもシェラ姉のおかげよね。あ、シェラ姉の説明がまだだったわね。シェラ姉は銀線のシェラザードと呼ばれていて、若手遊撃士の中でも1、2を争う凄腕なのよ。昔父さんに鍛えられたらしく、それで私たちの面倒を見てくれているのよね。いいね、エステル、その調子。シェラさんには本当にお世話になっているよね。僕らが認定試験に合格したその夜、急遽調査依頼が届いて、父さんはエレボニア帝国へ調査に向かうことになりました。あの不良中年たら、いっつも家を留守にして。シェラ姉はなぜか父さんを高く買っているけど、父さんの何がそんなにすごいんだろう。父さんはああ見えて声優劇師で腕利きだからね。僕らは早速遊撃士としていくつかの依頼をこなしました。でもその後すぐ父さんの乗った定期飛行船リンデ号がボース地方で消息を絶ったという連絡が入って、物語が動き出します。ほんとびっくりしたわよね。で、その後エステル、今日はこのくらいにしておこう。え、もうそんな時間？やっと調子が出てきたのに。次回はもっと喋らせてあげるから。もうよしあったら、絶対だからね。では皆さん、次回空の奇跡 FC 第1章消えた飛行客船、お楽しみに。